今週いよいよ最終章に突入したワンピース。尾田さんがファンに向けたメッセージには最後まで楽しませるという強い決意が綴られていました。もっと本当にふざけていきたいですね、うん、こんな考え方はつまらないという作品になったとしても、それはそれでなんか一エンターテインメントだなっていう、うん、一つの作品が大変なことになったぞっていう話題も面白いんじゃないかなと、うん、楽しんでいこうと思います。